ちょっと先ほどやりすぎましたので、ついてるカートリッジがゴールドリングのエトスなんで、すごい綺麗な音なんですよね。で、こちらにある松原美樹の J-POP でもいいんですが、ちょっと八神純子をかけてみたいと思います。はい。じゃあ今からかけますので、聞いてみてください。マイクを切り替えます。はい、ちょっと広域バカの音源ばっかりでしたが、いかがでしたでしょうか。CD とレコードを比べますと、フォーマットとしては明らかに CD の方が特性もいいですし、SN も良くて、まあなんかいろんな音がいっぱい入るっていうふうに感じるんですけれど、なぜかレコードの方がですね、すごい音がするっていうふうに聞こえる時の方が多いんですよね。これは非常に不思議だなっていうふうに思っております。
とっても面白いです。なんか昭和の時代である意味完成されていた、まあ、音源じゃないかなっていうふうで、楽しんでおります。今回は以上です。